ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆだかさん。はい。またまたニュースが飛び込んできましたが。まあそうだね。はい。ずっと気になってたといえば。いや、気になってたよ。ねえ。まあ気になってたのは、はい。まあ筒香であり、有原であり、うん、はい。まあ沢村ね。うん。でまあ有原は早々にソフトバンクに決まり、はい、まあ、筒香と沢村がどうするのかなっていうふうにね、うん、思ってたら、まあ、Jリーグで FA になって、うん、まあ、自由契約だよね結局ね、まあ、そうですね、まあ、になって、まあ、筒香内野手、うん、31歳、はい、ね、レンジャーズとマイナー契約ということが発表になりました。そう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 、ね、ちょっと日本に帰ってくるかなみたいな気もしなくもなかったですか？まあ、まあそういう報道もね、ちらちらあったけどもね、はい、だけどなんか、ね、その記事に対して熱量を感じてなかったんで、うん、まだやっぱどっか探してんだろうなっていうようなね、うん、そんな感じはしてたんだけども、はい、まあだけどまあ筒香も4年目になるんだよね、うん、今年でね、はい、でまあメジャーではあまりいい成績が残せず、うん、まあ筒香といえば日本でねホームランを取っただけに、うん、ホームランという期待があったんだけども、まあ、3年間で18本しか打てなかったというね、うん、まあやっぱこう彼にとってみれば屈辱的な、うん、まあ、数字だし、はい、まあ、日本に帰ってくることは簡単なことかなというね、うん、まあことも考え、うん、どちらかというと苦しい方の選択をしたというね、うん、まあ、日本だとやっぱポジションを与えられ、うん、レギュラーとしての扱いをしてくれるだろうと思うけども、はい、まあレンジャーズとマイナー契約というね、うんうん、で招待選手としてスプリングトレーニングにはね、ね、参加するということで、そうキャンプには参加するということなんで、はい、だからまあよく赤紙とかいろいろあるって言うけどね、うん、いやもう明日から来ないでいいよっていうのがロッカールームに貼られるとか、うん、まあそういう時代もあったとは思うけど、はい、まあだけどそのまあチャンスをもらえるということなんでね、うん、まあ頑張ってほしいと思うけども、はい、まあここで筒香嘉智、うん、内野手って書いてるけども、はい、今回レンジャーズでは外野手にもう挑戦するということですよね。そうそうそう、でアメリカでのラストチャンスかと、うん、ね、まあこう豊さんの思いですかね。そう、掴み取れ、はい、○○○のポジション、はい、どこだと思う？外野のポジションでしょ。まあそうだね、3文字っていうと右か左ですよね。まあ棒があるかないか。まあまあレフトなんだけどね、はい、まあレンジャーズのレフトっていうのは、うん、すごくなんかこうガラ空きというか、うん、いつもなんかこう空いてるような状態にあるらしいんだよね。なるほど。でまあそこをこう筒香がやっぱこう外野手としてね挑戦をしていくという、うん、レフトのポジションでね、うん、でまあ DeNA の時も外野のポジションやってたし、うん、でまあその時もレフトやってたりとかしたんで、うん、外野手のポジションは苦にはなんないと思うんだよね、うん、で争うのが、うん、去年オリックスにいたマッカーシーという、はい、こう、うん、カチカチの選手、カチカチに見える選手ね、見える選手、あのフォームがね、そう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 、バッティングのまあでもパンチ力あるからね、はい、でまあ、外国人っていうそのタイミングの取り方だとか、はいはい、そういうのはもう分かってるわけだから、うんうん、まあ、筒香に負けないように頑張ろうとするだろうしね、うん、まあそこら辺の勝負にはなってくると思うんだよね。なるほど、うん、だから十分チャンスがあるんだよ。これもうポジション掴み取るにはここがポイントっていうのは何かありますか？まあとりあえず打つことだよね。そうですよね、うん、だからそのホームランも欲しいだろうけども、うんうん、やっぱり率だよね、うん、やっぱそこを器用にやれる選手っていうのはアメリカではやっぱり必要だったりしますか、うん、まあ、そうだね。ただ、うん、まあ筒香がどういうふうなチームから期待をされてるか、うん、まあレンジャーズがそのホームランが少ないチーム、はい、だから筒香を打ってくれよって頼まれたら、うん、やっぱ打つようなバッティングもしなきゃいけないし、うん、いやつなぎの野球だよって言ったら、うん、まあ、選球眼もいい男だから、はい、まあ、繋いでいこうともするだろうしね、うん、だからそこら辺はね筒香のバッティングっていうのは、ね、臨機応変にできると思うんだけども、はい、やっぱ彼の中でやっぱホームランでのこだわりっていうのが強くあれば、うん、ホームランを狙っていくしね、うん、まあ、だけどバッターの一番の安定剤っていうのは、うん、やっぱり率なんだよね、うん、率があってホームランとか、うん、率があって打点だとか、
まあ、そういうことにこうなってくる、うん、2割だとさ、やっぱ全く打ってないっていうのが、うん、もう分かるしね、うん、電光掲示板で出るじゃない、うん、自分の成績が、うん、あれが3割ってなってると、うん、もうすごく誇り高いんだよね。いやだけどこれが2割とか1割とかだったらさ、うん、やっぱそこら辺は率を上げに行った方が、俺は逆にホームランも筒香は出ると思うけどね、うん、もうこれ率を上げに行くっていう風にシフトチェンジしたならば、筒香選手ならそれを成し遂げれると豊さんは思う。いや思うよ、うん、だからホームランの頭がどっかにあるんだろうね。そうですかね。だからやっぱ強く振っちゃったりだとか、うん、無理しちゃったりとかしてる部分はあると思うんだよね、うん、だからこれはもう本当にセンター中心に打ち返すようなバッティングに変わってくるとしたら、うん、3割近いようなバッティングは俺は筒香だったら見せれると思うよ、うん、だからもう俺はアメリカでのラストチャンスって、うん、ね、あの看板屋さんに書いてもらったけども、はいね、だけどその本当にそうだと思うんだよ、うん、でまあ俺がね、うん、現役だとしても、うん、帰ってくるかという質問をされれば、うん、それは条件としたら日本の方がいいかもわからない、まあ、だけど、まあ、筒香の成績とか見ると、うん、やっぱこれじゃあやっぱりやり残して、うん、なんか夢に憧れたメジャーリーグで、うん、もうなんか打ちのめされて何も残せないまま、うん、爪痕も残せないまま帰ってくるのだけはなんか俺も現役だったら嫌だな、うん、やっぱ挑戦するな多分、うん、確かにこう日本に帰ってくるともう少しこう今置かれてるアメリカでの置かれてる状況よりはいいところに行けるのかなっていう感じはしますけど、うん、いい条件だしね、いい条件でまあ、取ってくれるだろうし、うん、扱いもレギュラーとしてね、うん、メジャー帰りということで扱ってくれるだろうし、うん、だけどマイナー選手として扱われる、うん、それをあえて選んだという筒香は、うん、俺はやっぱりね偉いと思うよ、うんうん、ね、これ本当多分豊さんの中ではこうね、一緒にやった時期っていうか、まあそうだね、教えてた時期というかコーチとして、うん、2年間あるからね、うん、っていうのもあってで多分いろんな気持ちが混ざってると思うんですけど、ただ同じ現役だとしたら、うん、いやー筒香偉いなって思うもん。なるほど。でも親としたら、うん、自分の息子がこういう状況にあるとしたら、うん、あるとしたらいやそのお前もう帰ってこいっていうような状況ですかね、うんうん、もうそんなに苦しまなくていいんじゃないか野球でって、うん、なんかね でも今しかできないからね。そうですよ。だから今しかできないことを苦しいことを、うん、筒香は、うん、あえて選んでるというところに、うん、俺は評価をしたいところがあるね、うん、なかなかやっぱり人間って楽な方向に行きたがるけども、うん、だけどやっぱりもう一度しつこくメジャーに挑戦するんだと、うん、ね、一花咲かせるんだと、うん、いうような気持ちがある筒香っていうのは俺は素敵に見えるけどね、うんうん、もうなんか、まあ、簡単にさ、うん、帰ってこいっていうのはね言うかもわからないけども、うん、まあだけど筒香の思いっていうのはねここまで強いものがあるんだっていうことは、うん、まあ、分かってあげたいよね、うんうん、まあね自分が思う成績っていうのが多分残せてなくて、まあそうだね、うん、まあ、日本に帰るっていう選択はね、うん、後にできるとしてもアメリカに残るっていうことはね一度帰ってしまうとなかなか難しい、またできないからねことなのでね、うん、だからまた今年1年はメジャーでもがき苦しみ、うん、ね、結果がどうなってるのかっていうのは楽しみにしたいけどもね、うん、ただまあチャンスはあるよ本当に、ね、レンジャーズというチームをちょっと調べたら、うん、まあ、他にもいい選手は出てくるだろうけども、はい、マッカーシーだけじゃなくてね、うん、いろいろ若手もいるだろうし、うん、もう31って言ったらね、うん、マイナーで31挑戦しますって言ったら、うん、もうなんか若手からするとおっさん何言ってんだみたいなそんな感じの心情の若手がいるかもわからないけども、はい、いやいやレフトのポジションっていうのは、うん、しっかりチャンスはあるしね、はい、だからここら辺をやっぱこう筒香が掴み取って、うん、メジャーに上がれるかどうかだよ ね、 ね、マイナー選手としてスプリングトレーニングは参加するから、はい、ね、だからまあそこら辺の扱いはやっぱメジャーの選手とマイナーの選手では違うだろうし、うんうん、まあ、そこを耐え切ってね、うん、まあ、是非ともそのレギュラーポジション開幕スタートということでね、はい、レフト
筒香エンジャーステキサス熱いよね。これね、うん、有原投手がいた昨シーズンまでいたチームまあそうだねっていうのと、まあ、もう一つ日本人選手といえば大谷翔平選手のエンジェルスと同じリーグっていうことで、うん、まあなんかいろんな想像は膨らみますけれども、まあそうだね、うん、まあダルビッシュもいたよね、ダルもエンジェルス、テキサスに、うんうん、だから、まあ、日本人は馴染みが深いというかね、はい、まあそんな感じがするし、うん、ただメジャーではマイナーではやってないからねみんな、うんうん、だから筒香がぜひとも、ねうん、レフトのポジションで開幕スタートしてほしいな、ね、勝ち取ったぞって、はい、それだけでもなんか感動しそうだから、そうですよ、うん、まあ、今回のねこの選択肢というかこの決断というのもね、まあ、一つの爪痕というかね、まあそうだね、うん、っていうふうにも感じますし、うん、まあ、そうだよ、日本に帰ってくることは簡単なことだし、そうですね、ね、まあ筒香クラスだったら、うん、本当にどこの球団でも欲しいというね、うん、選手なんでね、はい、でもあえて向こうに残った、うん、その挑戦を我々も見届けたいと思うし、はい、あとは沢村だな、沢村がどうするのかあいつも後輩だからさ、ね、大学なんですよ ね、だから本当にいい契約がね待ってるといいけどね、うん、沢村もね、ね、どのようになりますか、はい、まあ、筒香選手はね、うん、日本でのプレーはまだ先ということになりましたが、まあそうだね、はい、まあ、でも応援してますよ、ね、はい、GO 頑張ってね、期待してます、はい、